れですよね、吉谷さん、億万長者合宿に参加したら稼げるんですかとか、そんなことに挑戦して失敗したらどうするんですかって、まあ、そういうことを言うレベルっていうんですかね、まあ、それはもう受け付けられないよねってことですよね。うん、やっぱりそのなんか保証があるものとか確実にそうなることってないわけじゃないですか、ね、時給800円で働いていても本当にお金が払われるかどうか分かんなくって、あの給料が払われずに会社が倒産とかとんずらとかね、そういう人っていくらでもいるわけですし、まあお金は戻ってくるだろうと思ってね、100万円を貸したとか言ったら返ってこなかったりとかね、いやこの100万返ってこなかったら本当やばいんですよみたいな感じで何時間も話し合って、まあ付き合いも長いし大丈夫だろうと思ってね、確約して100万を送ったらもうメッセージすらないみたいなね、うん、そういうもんなんですよね。やっぱりあの確実じゃないとやらない人っていうのは永遠に不確実の沼にはまったままでしょうね。あの人間一寸先は闇ですよ。明日目が覚めて今日と同じように一日を過ごせる、そんなね約束はないわけですし、うん、まあ80前後まで生きるつもりで生きていてそこまでいかないかもしれないし、ひょっとしたらねなんか下手に長生きして102歳まで行っちゃったりとかね、なんかいろいろ予定に合わないことばかりですよね。世の中っていうか人生っていうのは不条理の連続で、笑えない冗談が次から次へと襲ってきて、まあ、それでもねあの折り合いつけていかないといけないと、時には涙もあるしダメージもあるし、いいことばかりではないと、うん、それ込みで人生だもんね、うん、いや生きていてよかったなと思えることってあると思いますけど、それは生きていてよかったってことに目を向けるからであって、悪いことだけをずっと自分が覚えてるとしたら、人生ってなんでこんなに不愉快なんだろうと思いますよね。両方ともある、同数とかね同量ではないにしても、いいことも悪いことも両方あって、自分はどちらに思いを向けるかなのかなと思うんですね。まあ、昔ヘレン・ケラーって人はね、あの人生の 99% が不幸でも最後の 1% が幸せならばその人の人生は幸せになるっていうふうに言われてましたけどね、まあそう思えるなら、まあ同じじゃないかなと思います。いってらっしゃい。